ピザを乗り付けして石を食べると Google AI の検索エラーが広まり Google AI の17件の忌まわしい回答が Web 全体のトレーニングの問題を示しているため Google は検索から奇妙な AI 回答を手動で削除しようと躍起になっています。点々 Google の CEOAI が著しく不正確な情報を提供する問題について解決策がないと語る IT 管理者は、業向けの Windows 11機能更新を遅らせることができるようになりました。点々。インスタントメッセージングプラットフォーム ICQ が、約28年間の歴史を経て、6月26日に閉鎖される。点々。Google、アプリストア改革案は有害だという米国判事の疑念に直面。 米国では、ハリス氏がアフリカの80%がインターネットにアクセスできるようにする計画を発表し、現在の40%から増加します。点々。o g l e はアフリカとオーストラリアを結ぶ初の光ファイバーケーブルを建設中です。点々。マレーシア、タイに立教の夢を追うのではなくパンアジア鉄道網の復活を要請。 米国の航空検査では、1日あたり295万人の航空乗客を記録しており、金曜日の休暇前の旅行は、米国の空港で検査を受けた航空旅行者の最多記録を更新しました。米国の新しい法律は、億万長者をプライベートジェットの排出に対する公的責任から保護し、議会はテイラー・スウィフトを含むプライベートジェットの追跡を厳しく取り締まっています。 新しいバーク航空会社へのフライトが離陸、犬と一緒に旅行するには6000ドルを支払うことができます。国際司法裁判所はイスラエルにラファでの軍事作戦の停止を命令するが、イスラエルは従う可能性は低い、点々。 イスラエルの行動は国際法に違反しているとドイツのハベックは言う点々イスラエル当局者発表 ICJ 判決によりラファ攻撃継続の余地が与えられる代理店によれば、 ゴールデンビザやインフラ整備に惹かれた中国人不動産投資家にとって、ドバイは新たなポルトガルだという。点々。イスラム教の中国化により、中国の主要なアラビア様式のモスクはドーム、ミナレット、三日月を失いました。点々。ジェームスタウン財団は、新しい教科書は習近平の漢族中心国家建設の協議を明らかにするとコメントしている。 トロントのユダヤ人女子学校に向けて発砲、負傷者なし、点々。トロント大学、新パレスチナ人の抗議活動参加者にキャンパスパークから立ち去るよう指示、点々。クラクフでのユダヤ教祭りコンサート、中東情勢に関連した安全上の懸念で中止。 バイデン政権、各州が医療費負担適正化法の計画に、歯科保険の適用範囲を追加できる、規則を最終決定、点々。新しいマラリアワクチンが初めて配布されたのは1年前で、WHO のガビによって、2023年から2025年にかけて、アフリカ中に、各国に史上初のマラリアワクチン1800万回分が割りりられた。 ユニセフとジャスティン・ビーバーの NAD 療法に貢献したハーバード大学の科学者が辞任。急成長していた中国のアンチ・エイジング産業は苦境に立たされる。トランプ陣営、電気営がアプレンティスの公開を阻止する停止命令書を送付。点々。オランダ警察が荷物の中にソフトドラッグが見つかったと発表したため、ニッキー・ミナージュは一時逮捕され、 アムムステルダム空港で罰金刑となった、点々アインシュタインは死に反してブラジルを訪問し科学者をサルッと呼んだことが日記で明らかになったリベクラマスワミはトランプについて言及したことでリバタリアンから繰り返しブーイングを受け 有効的な群衆に慣れているトランプはリバタリアン大会の演説中に度重なるブーイングに直面している。天天ホワイトハウスの公式晩餐会で、オバマと他のスターがケニアのルトを説得。 パトリシア・リチャードソン、ABC は同一賃金提案を受けて、住宅改善を終了することを選択したと語る。点々。広角機動隊、サイエンスサルが2026年に新テレビアニメシリーズを制作。 ジョージ・ルーカス、カンヌ国際映画祭でフランシス・フォード・コッポラ監督から名誉パルムドールを受賞。点々。エロティックダンサーコメディードラマ、アンゴラーがカンヌでパルムドールを受賞。点々。ミュンヘンでのメタリカのコンサート中に落雷。 ゼレンスキーはハリコフの大型スーパーマーケットへの空爆後、プーチンを、強人と非難し、ゼレンスキーはプーチンについて、我々にはこの100年で最も不適切な敵がいる。点点。ストルテンベルグ氏は、ナト諸国に対し、ロシアの軍事目標に対するウクライナの攻撃に対する制限を解除するよう呼びかける。点点。スロバキアは100両以上の主力戦車を調達する予定。 で中国を非難、貿易エスカレーションの脅威。中国企業が EU 産豚肉のダンピング調査を求めていると和久時報が報じた。中国は EU の調査と米国の EB 関税への報復として輸入品に最大25%の関税をかけると脅し、関税の脅威が高まる中、中国の EB メーカーは欧州への積極的な進出を続ける。 プーチン大統領、軍事工場長らと会談、戦争経済の加速を要請。ポーランドの FM は、ロシアが核兵器を使用した場合、米国はウクライナのロシア軍を攻撃するだろうと述べた。ウクライナ大統領、バイデンと EU に侵略前にロシアに制裁を与えるよう求めたが、彼らは拒否した。 2024年5月26日から最もアクティブな株式、テンテン日本、NTT、オンツ、オンコセラピー、テンテン。香港 IC、ICBC CC、CCBC BO、BOC。テンテン英国、ロイズ、ボーダフォン、バークレイズ。テンテン米国テスラ、AMD、アリババ。テンテンこのリストは投資アドバイスではありません。ンフトされます。 シサのサイバーセキュリティに関する警告と勧告。シスコ。2024年5月シスコ朝。FMC。および FTD ソフトウェアセキュリティに関する出版物をリリース。 科学者たちは太陽系の郊外で CO2 と CO の氷を発見しました。点々。ブラジルの時期以上は拡大し続けている。と米国政府の報告書が4年前に発表。NASA の研究者らが地球の磁場でゆっくりと分裂する。へこみを追跡。点々。マサチューセッツ州の海域にホホジロザメが潜んでいる。ニューイングランド水族館が戦没将兵追悼記念日の週末を前に警告。 トランプ、リバタリアンの演説前に、我が国は、仮想通貨、分野のリーダーにならなければならない、と投稿。トランプは当選したら、シルクロード創始者ロスールブリヒトの原型を約束、点々。ブラックストーンのチーフ、今日は党員メガドナー、再びトランプ氏を支持すると語る、点々。OKX、OK、が香港から撤退、バスプライセンス入札を撤回。 オンタリオ州のクリプトキングに誘拐容疑で起訴された5人の男のうち74万ドルを失った投資家。点々。FBI が暗号通貨取引を追跡した後、シークレットマーケットのオーナーが逮捕されました。点々。電子タバコを未成年者に販売するために慎重な配送が行われていたことが研究で判明。 世界銀行によると、シリアでは約570万人が内戦の最中極度の貧困の中で暮らしているという。点々。英国では1月以来1万人以上が小型ボートで到着したと記録しています。点々。パキスタンのキリスト教徒がコ乱ラン徳の疑いでボートに襲撃。 専門家が顧客のモデルとデータを公開するレプリケート AI サービスの欠陥を発見。点々。保守的な携帯電話会社パトリオットモバイルがデータ侵害に見舞われた。点々。ハーバード大学の教授は、囚人から感謝の手紙をもらっていると述べ、その中には密かにスマートフォンを使って無料のコンピューターサイエンスの授業を受けている人もいるという。 北米の一部を襲いテキサス州とメキシコシティの気温記録が更新されさらに暑い日が迫る中メキシコのヒートドームではすでに数十人が死亡している氷嵐が熱波の最中に熱い氷でメキシコの街を覆いましたベネズエラは全ての氷河を失った最初の国になるかもしれない 報告書によると、米国当局者は、北朝鮮が米国選挙を前に混乱を引き起こすために軍事行動を計画している可能性があると述べている。点々。中国が訓練で実弾ミサイルを搭載したジェット機による台湾への模擬ミサイル攻撃を行う中、米国は台湾周辺の軍事演習で中国の挑発を見ている。点々。台湾人記者、中国の圧力で再び WHA から排除。 韓国は世界的な宇宙競争に参加するために宇宙機関を立ち上げます。点々。ドイツのミュージックビデオの画像が、偽の月面着陸の証拠として誤って共有され、中国の乗馬6号打ち上げ中のいくつかの混乱した言葉が偽の月面着陸の噂を引き起こしました。点々。NASA、ボーイングのスターライナーにさらなる問題を発見。しかし乗組員の打ち上げは6月1日に設定。 ネイサンズホットドッグチャンピオンを6回獲得した小林岳が健康上の理由から食べる競技から引退。点々。家族の集まりで熊肉のケバブを食べると稀に懐中症が発生します。点々。アメリカ人の80%近くが現在、ファストフードは値段が高いため贅沢品だと考えている。 の家族が銃乱射事件をめぐり ar ーオスプレイ墜落事故で死亡した海兵隊員の家族が航空機のメーカーであるベルテキストロン車、ボーイング車、ロールスロイス車を訴えた、点点英国の科学者が MH370 便行方不明の謎を解くため海底爆発を計画。 すぐ行けんねん。 空気メーカーコマックは、ボーイングとエアバスの独占を打破するためにサウジアラビアと交渉中ですテンテン。メキシコでは、テメックスの生産量が4月に日量140万バレルの原油となり、45年ぶりの最低レベルに落ちました。UAW ・ UA アラバマ州のメルセデス・ベンツ工場で新たな選挙を求める。スイ スチームで最も人気のあるゲーム。スチーム全体で世界的に最も売れているゲームと最もプレイされているゲーム。点々収益上位100製品から2024年5月14日火曜日から2024年5月21日火曜日まで点々。カウンターストライク2。ゴースト・オブ・ツシマ・ディレクターズ・カット。タブギー・バトル・グラウンド。スチダ2。バルダーズ・ゲートさん。 サイバーパンク2077 2024年5月13日から5月19日までのネットフリックスグローバルトップ10リストより、英語で最も視聴されているテレビの週刊トップリスト、テンテンブリジャートン、シーズン3、アシュレイ・マディソン、セックス、嘘、スキャンダル、シーズン1、赤ちゃんと仲かい、リミテッドシリーズ、フルマン、リミテッドシリーズ、テンテン英語以外で最も視聴されたテレビの週刊トップリスト、 点々鬼滅の葉柱稽古編。ありがとう。次へ、シーズン1。殺人の調理、セザールロマンの物語の解明、リミテッドシリーズ。 トップソンググローバル、点々。2024年5月17日金曜日から5月23日木曜日まで、点々ミリオンダラーベイビー、トミー・リッチマン。昼食、ビリー・アイリッシュ。エスプレッソ、サブリナカー・ペンター。私たちとは違う、ケンドリック・ラマー。千尋ビリー・アイリッシュ。点々、アイハット・サム・ヘルプ・フィート。 モーガン・ウォーレン、ポスト・マローン、モーガン・ウォーレン。バーズ・オブ・ア・フェザー、ビリー・アイリッシュ。ガタノミフロイ・メナー、クリス・エム・ジェあなたのキスの仕方が好きです、アルテマス。2024年5月26日のアップルミュージックのトップヒット、点々私たちとは違う、ケンドリック・ラマー。ミリオン・ダラー・ベイビー、トミー・リッチマン。アイ・ハット・サム・ヘルプ、フィート。 モーガン・ウォーレン・ポスト・マローンピンク・スカイズ・ザック・ブライアンバー・ソング・ほろよい・シャブージー Like ・ザット・ヒューチャー・メトロ・ブーミン・ケンドリック・ラマーナンバーワンヒットなど YouTube ミュージックチャート、2 0 2 4年5月17日から5月23日までのグローバルトップソング点々型のみ フロイメナークリス・ MJ、昼食、ビリー・アイリッシュ。超新星、エースパー私たちとは違う、ケンドリック・ラマー。ペドロ・ジャクソミー・アガティ・ノロメロ・ラファエラから。点々美しいもの、ベンソン・ブーン。グラビサディ・サンジュラソット・ド・ジー・スパーク・シーシュ、ベイビー・モンスター。時期、イリット。